こんにちは、アンドロイドのお姉さんです。私はただいま佐賀県嬉野温泉駅に来ております。今日はここから西九州新幹線開業記念切符を使ってお隣の武雄温泉駅に向かいます。9月23日に開業した日本一短い新幹線の西九州新幹線、嬉野温泉駅から武雄温泉駅までの乗車時間はなんと6分。あっという間に武雄温泉駅に到着です。武雄温泉駅で降りた大半の人は対面乗り換えできるリレーかもめに乗り込み福岡方面へ。一方、私は武雄温泉を満喫したいと思います。新設された新幹線の乗り場はやはりピカピカで、南口の駅舎もモダンでかっこいいです。駅構内には武雄旅書店という書店も入っており、約1000冊の本と西九州のお土産を揃えたセレクトショップ的な、そんな場所になっています。2階在来線乗り場前には観光案内所がリニューアルオープンしていて、レンタサイクルも借りれるみたい。キオスクもありました。こちらは温泉街へと続く北口。駅から武雄温泉街までは1キロほど距離があります。武雄温泉街、平日の昼間ということもあってか、かなり閑散としています。こちらの通りは江戸時代長崎街道のルートでもあり、嬉野温泉と同様、泉質が素晴らしいとされ、旅の疲れを癒す当時宿場町として大きく発展した場所であります。そしてこちらも嬉野温泉との共通点にはなりますが、メイン通りに堂々と風俗店があったりします。昔ながらのレトロな温泉街っぽいといえばそういうことになるのでしょうか。佐賀の観光キャンペーンの上りと金の扉が共存している不思議な光景。スナック陽子だとずっと思っていましたが、よく見るとヤンズ。レトロな商店街かと思いきや、途中おしゃれなカフェもあったりして頑張ってます。温泉街の突き当たり、奥に見える竜宮城のような建物は、武雄温泉楼門といい、武雄温泉のランドマークになっています。ちなみに右手の旅館は、宮本武蔵が島原の乱の後に宿泊したことで有名な旅館、東洋館。こちらの楼門は、東京駅を設計した辰野金吾さんの設計で、国の重要文化財に指定されています。武雄温泉楼門の中はというと、共同浴場になっており、その中でも元湯は明治9年の建築で、現在残っている木造建築共同浴場では日本最古のものになります。その他、貸し切り湯や露天風呂やサウナ付きのお風呂があったり、好みに合わせて楽しめます。そして奥には昔の公衆浴場であった武雄温泉新館があり、もうお風呂としては利用されていないのですが、今は無料で見学できるミュージアムになっています。そしてこちらの楼門、朝の1時間限定ですが、2階に上がって見学することができます。そこには観光ボランティアのおじいさんがいて、いろいろ解説してくれます。フランス領なんで、フランス製の領なんですね。こういうのは設計図で何か分からんですね。こういうのは辰野金吾さんが。楼門に登るのは450円もかかってしまいますが、登った方がいい理由が一つあります。それは楼門の天井に施された動物のレリーフ。
こちらは干支になっておりまして、ネズミ、鳥、馬、ウサギになっています。このレリーフ単体で見るとただの飾りに思えますが、こちら場所が変わって東京駅、東京駅のドーム状の屋根の天井にも実は干支のレリーフがあったのです。しかし八角形の屋根に動物は8体しかおらず、他の干支の行方は謎とされていました。それが2013年に武雄温泉楼門の天井で発見されたのです。両建築物の設計者辰野さんの遊び心なのでしょうか。東京駅と武雄温泉の意外なつながりが垣間見えました。さてさて、楼門を訪問したところで今回のお宿を紹介します。ランドマークからほど近いこちら、観光旅館白鷺荘さん。実はこの旅館は元遊郭だった建物、名残として風俗店が今でも残っているように武雄温泉には昔遊郭がありました。その建物で現在旅館として営業しているのがこの白鷺荘。50何年前ですけど、その頃までまだあったんですよ。これが、この写真はね、これはね、これが楼門。私のところはここ。へぇ。女の子だけで。今でも遊郭だった頃の名残として建物の中には中庭が、そして通路として家の中に橋がかかっていました。鯉も泳いでいます。今回宿泊するお部屋がある2階へ。結構階段は急です。この階段の鎖もなかなか見ないデザインですよね。今回宿泊するお部屋はこちら。中はかなり広くなっています。部屋の中は結構改装しているそうで、遊郭だった頃の面影はほとんど感じられませんでした。部屋の中にはクーラーがあったり、ついていないと思っていたトイレがあったり、快適に暮らせそうな気がします。ちなみに共同トイレは洋式でした。もともと遊郭だった建物で過ごすという貴重な体験。全国にある遊郭建築は年々少なくなってしまっています。今回来れてよかったです。さて、次は武雄温泉で今一番暑いスポットと言っても過言ではない、そんな場所に向かいます。大体この武雄辺のお湯は、美肌の湯というか乳液のことを言うやろね。体入ればもうぬるってするお湯やっけ。さて、やってきました。こちらは御船山楽園ホテル。ホテルといっても今回はこちらに泊まるわけではないのですが、館内、あのチームラボとコラボしております。こちらの施設はサウナで有名、羅漢の湯と聞くとピンとくるサウナ好きの方多いのではないでしょうか。サウナシュランで3年連続1位、ここは佐賀県に来た最も大きな理由の一つでもあります。フロントのランプで埋め尽くされた空間も圧巻でしたが、他にも様々なインスタレーションの展示があり、温泉サウナだけではなく目でも楽しめる施設になっています。さて、待ちに待った羅漢の湯へ。中は撮影禁止なので、ホームページの写真で少しでも雰囲気が伝われば。
言葉に表せないぐらい最高でした。サウナ入浴後にはお茶のサービスが。帰る頃にはすっかり夜になっていました。サウナに来られたんですか？はい、サウナに。どうでしたか？武雄温泉駅に戻ってきました。夜ご飯は駅近のお店、こちらこのみさんでいただくことに。地産地消、地元武雄特産のお料理がいただけるというこのお店。まずは刺身を頼みました。おいしい。九州のお魚おいしいですよね。種類も多くていい感じです。続いては佐賀牛の石焼き。ジュージュー言っております。一人ということでハーフサイズで作っていただきました。塩とわさび、お好みでいただきます。佐賀牛、とにかく柔らかくて美味しい。佐賀牛の特徴は柔らかな赤身の中に入り込むあで刺しと呼ばれるきめ細やかな美しい霜降り。確かにくどくない甘い脂が食欲をよりかきたてます。締めで注文したのは焼きおにぎり。焼きおにぎりがある居酒屋はもう分かってますよね。サウナに入った後だからか酔いが回ってめっちゃ酔っ払いました。というわけでヘベレケで帰宅。西九州新幹線橋梁の部分がライトアップされていました。夜ひっそりとしたソープ街を抜けて旅館に戻ります。それにしても寒くなりましたね。15分ほど歩いて楼門に到着。せっかくサウナに入ったのに寒空の下歩いていたら体が冷えたので共同浴場で温まることに。熱湯の温度が45度超えてます。コーヒー牛乳で一服。いいお湯でした。武雄温泉元湯を後にします。ありがとうございます。白鷺荘に戻ってきました。他に宿泊客もおるので、そーっと部屋に戻ります。服を浴衣に着替えまして、寝る準備は万端です。というわけで、おやすみなさい。おはようございます。武雄温泉の朝です。いろいろ考え事をしていたら実はあまり寝れなかったのですが、時間になったので降りて朝食をいただくことに。朝食はこんな感じ。というわけでチェックアウトを済ませます。貴重な宿泊体験ができてよかったです。白鷺荘さん、どうもお世話になりました。次の移動までに時間があったのでここでもう一箇所回ります。やってきたのは武雄市図書館。図書館にそんな行く価値あると思われるかもしれませんが、こちらの図書館、なんとスターバックスが併設されているのです。都内にも蔦屋書店は結構ありますが、基本的に飲食禁止の図書館にスタバがあるのは珍しい。まあ和歌山の図書館スタバにも行ったことあるんですけどね。こちらの武雄温泉の図書館スタバはあの代官山の蔦屋書店をモデルにしているらしく、洗練されていておしゃれです。でも目の前に広がる山々の風景はガチの自然。
その点では代官山の津田屋書店より勝っていると言えるでしょう。館内は図書館なので基本的には撮影禁止。しかし2カ所だけ撮影可能スポットがあったので記念撮影しました。時間が許せば何時間でもいられそうな図書館を後にし、駅の方に戻ってきました。今回初めての武雄温泉いかがだったでしょうか。歴史ある街ですが新しい試みが多くて楽しかったです。それでは次の動画でお会いしましょう。